内瀬さん、今回ですね、プレゼントの方、申請ありがとうございます。ちょっとですね、場所なんですけども、すいません。すごいですね、これね。これ倒れるだけで腹筋がなんか、いけるマシンですよ。うん、倒れるだけで。一世を風靡した。はい。まあ、そんなことはどうでもいいと思うんで。今回ですね、プレゼントなんですけども、まあ他の人がちょっとプレゼントできないような、内容になってます。で、多分、見ていただくと何か感じるものがあるんじゃないかなと思いますんで、まあ、ぜひ見ていただいて、まあ、あとはその具体的に何やるのかに関しては、まああのうん、正直あの無料でも出てますんで、検索すれば出てくるんで、まあ、僕もね、商品売ったりとか塾運営したりとかしてますけども、昔、まあ、13年ぐらいですかね、僕13年以上ネットやってますけど、やっぱ今もうフリーコンテンツが圧倒的にあるんで、まあ、見て勉強すれば、あとまあ本屋さんに関しても、もう今具体的なトゥードゥレベルから成功哲学が、まあ昔はね、トゥードゥとかに関してはあんまり売ってなかったんですよね。そのアフリエイトってなんやねんって話で、まあアフリエイトに関しても、まあそのウェブの、まあ今秋葉にいるんですけど、秋葉のヨドバシカメラの7階かな、本屋や、まあ、僕の本も一応置いてありますけど、そのウェブの関連のコーナーがあるんですけど、そこにね、いっぱいあるんですよ、トゥードゥのブログのやり方とか。昔13年前、ブログで稼ぐ方法なんていうのは、本あんま出てなかったですから、とか、まあ、いっぱいあるんで、まあ、だから一番大事なのは今、環境は揃ってるし、デバイスもあるし、情報もあるし、その中でじゃあ、うまくいくために何が必要かっていうと、まず自分がその行動するための、原動力となるパワーですね。そこが、必要。プラスあとは、じゃあ何を選択するのか、何をやるのか、何やっても稼げるんですけど、何をやるのかっていう選択してフォーカスして、一点集中で、まあ、凡事徹底していくっていうことをやれば誰でも稼げると僕は思ってます。うん。はい。実際にですね、僕のお客さんでも、まあ、40歳からネットビジネス始めて、もう5億ぐらい稼いでる人もいるし、家も買っちゃいましたしね。あとは、まあその、46か7ですかね、始めて、1年ぐらいで1800万ぐらい上げたりとか、副業で。うん。なまあ、そういう人を見てきて思うことが、まあ、本当にうまくいってる人はですね、まあ、本当に、継続して、凡事徹底して、やってるかなっていうところですね。まあ、ほとんどの人はブレちゃうんで、まあ、情報がありすぎる。っていうのはメリットでもあり、デメリットであり、その情報がいっぱいあるんで、いくらでも学ぼうと思えば学べるんですけど、情報がありすぎるんで、デメリットとしては何やったらいいですかっていう話になるんですね。うん、僕としては何やってもいいんですよ。ただその一点に絞るってことですね。それさえやれば、まあ今の時代は稼げる。例えばブログで稼ぐっていうことに決めれば、ブログで稼ぐために何が必要か、ブログの集客、ブログで集客して、そのお金稼ぐとか、まあそのキーワードが出てくるじゃないですか。一つに絞れば。じゃあそのキーワードで検索すれば情報が出てくるわけですよ。うん。はい。まあそんな感じで、まあ無料でもいっぱい情報出てますんで、まああとはまあ今回のプレゼント見ていただいて、何か感じていただけるものがあるんだったら、ぜひ行動に移していただきたいなと。まあ誰でも人生は変えられるし、まあ、僕らの未来は手の中みたいなね、ブルーハーツさんのね、僕らの未来は手の中っていうのはありますけど、本当に手の中ですね。うん。自分がどういうふうに手を動かすか、足を動かすか、ただそれだけで未来は変わるってことですね。はい。ということで、プレゼントの方は LINE の方で、メッセージ入れときますので、ご確認いただければなと思います。今回は、プレゼント申請ありがとうございました。